アルフィオ・バシーレは、アルゼンチン・ブエノス・アイレス州バヤ・ブランカ出身の元サッカー選手、現サッカー指導者。選手時代のポジションはディフェンダー。選手時代にアルゼンチン代表であり、また監督としても2度にわたって、アルゼンチン代表を率いた。地元のベリア・ビスタからデビュー。1964年から1970年までは、ラシンクラブでプレーし、1966年には、 プリメーラ・ディビシオンで、1967年には、コパリベルタ・ドーレスとインターコンチネンタルカップで優勝した。1971年には、CA ウーラカンに移籍し、セサル・ルイス・メノッティ監督の下で、メトロポリターの1973を制した。1975年に、現役引退した。1968年から1975年には、 アルゼンチン代表としてプレーし、8試合出場1得点を記録した。初期の指導者経歴現役引退後には、数多くのクラブの指揮を取った。アルゼンチン国内のクラブでは、CA ロサリオセントラル、ラシンクラブ、CA ウラカン、CA ベレスサルスフィールドなどを指揮し、ウルグアイのナショナルモンテピデオやスペインのアトレティコマドリードでも監督を務めた。 アルゼンチン代表監督1991年には、カルロス・ビラルド監督の後任としてアルゼンチン代表監督に就任。ガブリエル・バティストゥータ、ディエゴ・シメオネ、フェルナンド・レ・ドンドラ若手選手を積極的に登用し、1991年と1993年には、コパ・アメリカで2連覇を達成したほか、1992年には、キングファド・カップで優勝した。 1994FIFA ワールドカップ南米予選は10カ国による総当たり戦ではなく4カ国と5カ国の2グループによるリーグ戦で行われたがコロンビア戦でゼロの子の惨敗を喫したため一度は代表を引退していたベテランのディエゴ・マラドーナを招集せざるを得なかったアルゼンチンはコロンビアに次ぐ2位となりオーストラリアとの大陸間プレイオフに勝利して本大会出場を決めた アメリカで開催された 1994FIFA ワールドカップ本大会ではグループリーグでナイジェリア、ブルガリア、ギリシャと同組となった。初戦のギリシャ戦はバティス・トゥータのハットトリックで4から0と解消し2得点を挙げたクラウディオカ・ニーヒアの活躍でナイジェリア戦にも勝利したがナイジェリア戦後のドーピング検査でマラドーナの尿から禁止薬物が検出されマラドーナは 大会からの即時追放処分を受けた。3戦目のブルガリア戦には0-2で敗れ、ブルガリアやナイジェリアと同化地点の3位に終わったが、3位国同士の成績で最上位となって決勝トーナメントに進出した。決勝トーナメント1回戦ではルーマニアと対戦し、2から3で敗れて大会からの敗退が決定した。大会後に代表監督辞任を発表した。 ボカ c a ん、ロレンソであるマグロ、メキシコのクラブアメリカ、CA コロンなどで再配を振るったが、成功の度合いは様々だった。2005年7月にはボカジュニアーズ監督に就任し、1ヶ月後にはレコパスダメリカーナのタイトルを獲得した。アペルトゥーラ2005では約30年の指導者キャリアで初のプリメーラディビション優勝を飾った。 この4日後にはコパスダメリカーナ決勝でアナム・プーマスを破って優勝し、就任後の半年で3個のトロフィーを獲得した。アルゼンチン代表監督2006年7月2006フィファワールドカップ後に退任したホセ・ペケルマン監督の後任として、再びアルゼンチン代表監督に就任した。9月14日まではボカジュニアーズも指揮し、 レコパスダメリカーナでは、サンパウロ FC を破って2連覇を果たした。パシーレは、イングランドプレミアリーグよりも、イタリアセリエ A や、スペインリーガーエスパニョーラを好み、マンチェスターユナイテッド FC でプレーしていたカルロス、テベスや、リバプール FC でプレーしていたハビエル・マスチェラーノには、イタリアへのクラブへの移籍を進め、たとえ2部リーグでプレーすることになろうとも、 ユベントス FC でプレーする方が良いとまで主張した。2008年10月15日、2010FIFA ワールドカップ南米予選でマルセロビエルサ監督率いるチリと対戦したが、公式戦で初めてチリに敗れ、翌日に代表監督の辞任を発表した。右与曲折あったものの、バシールの後任の代表監督にはマラドーナが就任した。ボカと、 ラシン2009年7月1日、カルロスイスチア監督の後任として、ボカジュニアーズ監督に就任した。しかし、マルデルプラタで行われた、サマートーナメントでは、ライバルの CA リーベルプレートに1から3で敗れ、アペルトゥーラ2009では、コパリベルタドーレスの出場権獲得に失敗した。成績不振により、2010年1月21日に、辞任した。 2011年12月26日、辞任したディエゴシメオネ監督の公認として、ラシンクラブ監督に就任した。ありがとうございます。